んばんは。 MSTV ニュースをお伝えします。国土交通省は2021年3月9日車のナンバープレートの表示にかかる新基準適用までの猶予期間を延長することを発表しました。新基準では前後のナンバープレートを取り付ける位置の角度やフレームの大きさ、ボルトカバーなどについて細かい数値が定められています。なお、この新基準は2021年10月1日以降に初めて登録などを受ける自動車に適用されるということです。以上、MSTV ニュースでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です、だいぶニュースも慣れてきましたね。素晴らしいですよ。はい、今回はですね、車のナンバープレート、これはバイクも同じだと思うんですよね。はい、取り付け方の規制がですね、コロナ禍でちょっと伸びていたとは言うんですが、規制がちょっと厳しくなったというニュースがあって、はい、どんなふうに厳しくなっているのかをですね、ちょっとこういう図があったんでね、はい、お知らせしておきたいなと思いました。ナンバープレートの取り付けについてはどうも思います？前についてればいいとか後ろについてればいいとかね。そうですね、こんなに細かい基準がこうあるんだなっていうのは前まであんまり確かになかったような気もするんですよね。結構曲がってる車とかもありますよね。あれがね、曲がってる車がちょっとひどすぎるのがありすぎてこうやって厳しくなっちゃったんだと思うんだけどね。通常前にあって後ろにあって、バイクの場合は後ろにあるのは当然じゃないですか。あれ海外だとバイク前にもつけなきゃいけないっていうの結構あるんですよ。両方に取り付けてなきゃいけない、日本は後ろっていう形で OK になってますけど、それがですね、あまりにも見えないのが多すぎたんですかね。多すぎるよね。どう考えてもあれ見えないだろうっていうのが平気で走ってるのもあるので、取り付け角度が非常に細かく設定されましたね。こちらですね。下向きに中に入っていくと見えねえだろうみたいなね、いっぱいあるねこれね。そっくりもう中に入っちゃってて見えねえだろうみたいなね。これ見かけますね、たまに。上向き、リアの方上向きに45度、上向き45度 OK、 下向きは5度までみたいなね、それそれそれ。そうですね。で 1.2 メートル以下なんだそこね、はい、っていう、これってどう考えても上から見てるよね、ナンバーを ね、 そうですね。 これを見ると、結局どっから見てナンバーが見えなきゃいけないんだっていうとね、絶対カメラから映んなきゃダメだろうみたいなね、そんなのもあるよね。そうですね。だいたい左側から見てんだなっていうのもよくわかるねこれね。横向き、右向き、横向き10度傾きは OK だけど、逆向きは0度ってなってるよね。反対側には絶対傾けんなよって。はあ。だいたい左から撮影してるぞみたいな。なるほどいや、撮影してるだけじゃなくて、見てね、チェックをするっていう形だけど、今時はあれですね、例えばバイクのナンバープレートの場合、上向き40度下向き15度、こっち一番こっちはね、これもひどいのがあるし、時と場合によってはもう荷物で見えないとかね、いっぱいあります。私もやってしまうことがあるんですけど、下側にボルトカバーとかフレーム、下側のね、下のこちらボルトカバーの規制ね、直径が28ミリ以下で番号を隠さない、これもね、実は私もね使っておりました。二掛けフックになるボルトっていうのがあるんですよ。それがこうなんていうかな、横に渡って二掛けフックになるやつがあって、便利だなと思って使ってるんだけど、確かにこれじゃ文字見えないよなっていうのがあるんでこれやってるともう捕まっちゃいますよっていうお知らせですよ ね、 そうですね。非常に厳しくなりますので、いい加減な取り付けの、確かにバイク車がなくなるであろうというのは仕方がないし、これはもう全世界ね、どこでも同じような形なので、バイクについては日本はまだ優しいと思います。本当にフロントにナンバープレートつけなきゃいけない国って結構ありますから、そういった意味ではね、逆にこんなこう細かく言われなくてもっていうのは、いい加減に取り付けてるやつが多すぎるっていうことなんでね。
まあ、あとただナンバーのなんていうの、日本1232の456なってこうね、はい、出てますけど、これも今時あのパッとこれで検索して誰かが分かるっていうわけではないんでね、うん、もう今時どうせカメラでしか見ねえんじゃない、これだって警察官が読み取って、あ、日本123の2の4567が東方向にいたぞって言わねえんじゃないかと、もうカメラで撮ってってなったらこれバーコードとか QR コードでいいんじゃないかなとかね。あ、新しいですね。新しいよね。ただ新しい、なんつうんだろう、デザイン上かっこ悪くねえかっていうかね。あ、でもバーコードはかっこいいかもしれないよね。いいかもしれないですね。バーコードね。QR はちょっと。QR は若干のダサいかもしれないけど、多分まあそういう認識で、まあ、カメラで判断とか、でもそうすると車管理がね、うん、なんつうんだろうな、もう ETC カードもね、本当にナンバーもちろん読み取ってますし、うん、はい、あとよく駐車場入ると近頃ナンバープレートでも、あ、ありますね。出してくれるでしょ、はいはい、うんうん、結局あれ、はい、あの日本語の2とか読み取るよりもバーコードの方が多分読みやすいんじゃないかなっていうふうに思うんだけどね。そうですね。っていう認識の仕方なんで、ナンバープレートもね、まあいずれ本当にそうなんのかなというね。そうですね。なるかもしれないですね。QR コード、他に何がいいかな。QR コードと今バーコード以外何があるのかね。認識。なんでしょうね。今そんなもんか。指紋つけるわけにもいかないですもんね。指紋ね。顔認証。あのドライバーの顔がドライバーの顔があの前に貼り付けられてる顔認証でいけるんじゃないか、俺中国だったらやれるんじゃないかそんなところもねあります、はい、このニュースはね、あの本当にそんなにね、深く突っ込まなくてもいいんですが、はい、改めてあの多くの皆さんにね、ナンバー取り付け、まあ、気をつけていきましょうねって、あと落っことさないようにしましょうねって、はい、そうですね、事故の原因にもなりますからね。そうですね、うん、あの我々サーキット行く仲間たちだとサーキット行ってナンバープレートをよく外すので、よく緩むことがあるんですよ、はい、あのね、先日、昨日もありました、はい、昨日もカート大会来て、あのわっと思ったらナンバーないみたいな、落っことしちゃいましたっていうのがあって俺も大変だと思うんだけど、でもさっき言ったらナンバー外すっていうのがちょっとね定番になってきてるので、落っことしちゃいましたっていうのもあるんでね、この取り付けボルトとか、はい、取り付けフレームとか、はい、いい加減にしないようにという、そうですね、あの送りからのお達しでした。リナさんはこれについて何か思うところありますか。まあそうですね、違反者とかもやっぱり減るんじゃないかなって思います、うん、あ、まあそうですね、うん、本当に自ら外す人とかもいそうじゃないですか。うん、自ら外す人とかもうね、確かにないわけではないんだけどね。ナンバープレートは確かにそうです。ここでもさ、可愛いマークとかつけたくなる人も多いじゃない。ちょ、だってオリンピックナンバーもあったんじゃなかったっけ、ね、虹色とかさ、あるありますよね。あるよね、あります、あります。俺もだんだんなんだかすごくなってきて、うん、だんだん何でもありかよって思ってたら厳しくなっちゃったっていう、ね、うん、可愛いですけどね。そうだよね、うん、色でね、キャラクターとかもありますね、うん、まあなんか味気ないナンバーよりはもうちょっとかっこいい車とバイクがかっこよく見えるデザイン、バーコードはもろありかもしれないね。ありですね。だってなんか変な数字だったりしたら嫌じゃない、これ。あ、そうですね、うん、まあ、数字を選べるっていう楽しみもあるんだけど、はい、だったらバーコードにしてなんかそれがデザイン、バイクと車のデザインの一部になんねえかなっていうね。うん、おしゃれですね。おしゃれにね、行きたいですね。はい、ということでね、ごめんなさい、ちょっと話長くなっちゃいました。こんな話が国土交通省から出て、はい、コロナで延期を、10月1日以降にっていう話になってるのかな、今。はい、そうですね。はい、ちょっと伸びたんですが、改めてもう皆さん意識してくださいねっていうニュースをお伝えしました。はい。はい、締めていただければと思います。はい、そうですね、10月1日以降に初めて登録を受ける皆さんはぜひ気をつけてください。それでは今日はこの辺でさようなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また番組制作スタッフも募集しておりますので、どしどしご応募お待ちしております。詳しくは詳細欄をご覧ください。